って確かに。でもなんかさ、その一富士二鷹三ナスビのやつはナスビになんか足生えてますよね。なんか四足歩行ですよね。あれあれ二足歩行ですっけ？それお盆？ああ違う？あれは違う、あれお盆か。あれお盆か。そっか。え、ナスビすごくないですか？そんなさ、野菜の王道みたいなものではないじゃないですか、ナスビって。なんか野菜の王道って言ったらなんかトマトとかキュウリとかがやっぱり思い浮かぶんですけど、ナスビはそのお盆にも出番が来るし、その初夢の時もそんな大役を務め上げられて、ね、なんでなんだろうね。あ、睡魔が。もう23分か。まああそこに時計がある。私も人生でナスの夢見たことない。あ、なるほどね。ことをナスみたいな。なるほど。あ、だからナスは縁起がいいってなってるんだ。秋ナスは嫁に食わすなって言葉どういう意味ですか？秋ナスは嫁に食わすな。ナスの旬っていつだっけ？夏？ゆらと、うん、いつだろうね。夏野菜のイメージだよね。なんか夏野菜カレーみたいなやつとかに上に乗ってるイメージ。夏か。美味しいから意地悪してあげないという意味と、妊婦さんをいたわる意味。なるほど。あ、え、なんかあえね。あ、びっくりした。そういう意味なんだ。秋なさを嫁に返す。なんかほんわかしたエピソードかと思ったらちょっと意地悪な言葉だった。技とかあんまりわからない。なんか有名どころしか。ここ急に怖くなってきた。たまにあるある。ことわざは犬も歩けば棒に当たるみたいなのとか、猫の手も借りたい、猫に小判、豚に真珠、なんか猿も木から落ちるみたいな。動物攻め、確かに。石の上にも3年。あと何がある？あ、鬼に金棒。ほえ。赤くなってる。
気になる。そしてお眠。お眠です。石田スイマーにやられてます。ねむねむにゃんこ。地方はねむねむにゃんこだけど、みんなは？そう、これリネさんがいつもツイートしてますよね。リネはねむねむにゃんこだけど、みんなは？みたいな。みんなはだよ。失礼しました。みんなはだったのね。もう目を閉じるだけ。ほんまにそうよ。目を閉じれば癖の星、一番光る前がいる。初めて一途になれたよ。夜空へ響け愛の歌。パリピタイム。パリピタイムはなんか睡魔が覚めそう、うん、ありがとうございます。あ、でももう睡魔来た。金曜の千と千尋見る。千と千尋金曜ロードショー今週録画しよっかな。一番見てる映画かもしれない、もしかしたら。本音の好きな歌流れるやん。そう、私千と千尋のね、神隠しの中にね、好きな曲があるんですよ。ちょっとド忘れしちゃったんですけど。え、悔しい悔しい悔しい。え、いつもド忘れしてる。いや本当にそう、本当に好きなのって感じですよね。いや本当に好きなんですよ。チュー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 カエルの真似しなかったっけ。カエルの真似できますよ。線を出せ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 。カオナシのモノマネも できた気がするんですけどね。どんなんだったっけ、カオナシの言う言葉。あえ、ああがどういうあだったか忘れてしまった。
やりよったんだけどね、モノマネ。はどんなんだっけ。ははん、どんなんだっけ。はちょっと覚えてない。線を出せ、線を出せ、線を出せ、線を出せ。私が口の一個も動かさずやってる。線を出せ、線を出せ。え、悔しい。川梨の声が思い出せるん。うそ、似とらん。ブランクが生じている。う、お、う、うーい、うれ、しんのすけだぞ。え、やばい、悔しい。もっと、もっと似てたんですよ。めっちゃ久々にモノマネしてる。う、う、う、うーい、うれ、しんのすけだぞ。お姉さん、七子お姉さん。悔しい。ぼーちゃん、しんちゃん、元気100倍、アンパンマン、アンパンマン、バカスツッツ、みんな友達。声変わりしたしんちゃん、え、似てない。誰が似てなかったですか。のなんかそんなになんて言うんですか、出来栄えは高くはないですが出来栄えは高くはないですが、5割ぐらいできるモノマネがいっぱいあるそう、あとなんだろう、何がある？あは、僕ミッキー。確かに7割にしよう。7割くらい。カラちゃんです。ああ。プーさん、ハチミツ食べたいな。マルコのおばあちゃん、マルコ、あ、うまいこれはうまいんじゃないでしょうか。これはうまいのでは。マルコ、マルちゃん、これマルちゃんの友達の真似、タマちゃんだ。マルちゃん、うまいうまい。あとなんだろう、パクパクドラえもん、パクパク
こドラえもん。のび太くん、のび太くん、野球しよう。おいのび太、おいのび太、野球しようぜ。プーさんもいかみたい。はちみつ食べたいな。私あれもできるんですよ。あのあれ声が遅れて聞こえるよ。どう？すごくないですか？嬉しい。じゃあ笑ったら変な感じ。そう、不可実。ありがとう。本当？これ特技にするね。え、嬉しい。これさ、特技に出す入れよっかな次。それはうまい。ほんま？嬉しい。なんか上手になった気がする最近。一時期ずっとやってたよね。そう、なんか練習しよった。なんかお風呂とかでもしよった。お風呂の鏡とかで。そう、びっくりした。なんかさ、回線悪いみたいな、なんか遅れてるみたいな人がさ何人かおったけんさ、あれ電波悪くなったかなって思ったらさこの話し方しとるけん乗ってくれとるだけだったびっくりした。ラジオ、これ難しいね。声でモノマネは。今日だけは夏の夜のマジックで、それでラ行で喋るやつできたらすごい。なんかめっちゃ滑舌悪かったびっくり。コロールに YouTube をおろ、入りしりだらちるほらでする。私の特技と特技のダブル。嬉しい。じゃあい、なんだっけこれ、腹話術。腹話術、腹話術特技にするね今日から。なんて言ったん今のは。こんにちは石田千穂ですって言いました。ラギョ言葉ってね本当にすごいと思うんですよ私。でも本当にすごいんですけど、本当に凄さが伝わらない特技だと思ってます。でもめっちゃすごいと思ってる自分では。すごいよ。そう、ラギョ言葉ってすごいんだよ。広めてください、友達に。ラギョ言葉すごいんだよって神てるさん、お誕生日おめでとうございます。
いいね、なんか世界的にハッピーな期間のお誕生日はなんかハッピーハッピーでいいですね。おめでとうございます。めでたっき。ねえ、三が日終わっちゃうね。悲しい。ほんまにお正月のね、過ぎるスピード半端ない。ほんまにもうとんでもない、ほんまに本当にとんでもない。なんてこった。バッグかわいい感情が忙しい。こんな目の前にバッグ置いとった。かわいい、嬉しい、本当に念願。かわいい、めっちゃ使おう。めっちゃかわいい。なんでこんな可愛いんだ。ときめく、ときめくお買い物大好き。本当に可愛い。かわいい。しかもこれ小ぶりなのに結構入るんですよ。ありがたい。かわいい。もうずっと大切にする。私は毎年お正月に一個ちょっといいバッグを買うのを習慣にしたい。去年もバッグを買ったんですよ、お正月に、去年のめっちゃ使った。めっちゃ使ったし、今も全然超使ってる。そのバッグは結構大きめだから、お仕事行くときはだいたいそのバッグ使ってるって感じかも。今年のは何なんだっけ。今年のはお仕事だとメイクポーチとか持っていく時のは持っていけないから、プライベートとかなんかメイクして集合とかの時は使える気がする。いっぱい連れ回します、このバッグ。まだちょっと赤いね。でもちょっと引いたか。痒かったのは引いた。
私たまに本当に出るんですよね。なんか急にポツってなんか虫刺されみたいなのが出て、でもすぐなくなるみたいな、なんかジンマシンっていうん、これジンマシンか、なんか一回調べたんですよね、ネットで。でもなんて書いてあったか一個も覚えてない。なんで出るんだこれは、なんなんだ、なんなんなんだなんなんだ一体、うん、そこだけ出るの、いや場所は問わず、でも顔のどこかって感じ、ここら辺とか、うん、アレルギー持ちの女の子好きですマニアック、アレルギーいくつある、アレルギー多くはないけど少なくもないと思います、多分、うん、時計があって言われけ時間が分かんない、見たら分かるんですけど、そうだね、食べ物ないからありがたいって感じかな。もう少しで成人式か、そうだよ、そわそわしちゃう、猫好きだけど猫アレルギーです。私も猫アレルギーです。でも猫は好き。猫になったんだよな君は、ずっと囚われてくれ、何気ない毎日を君色に染めてくれよ。だから猫ちゃんは飼えないけど将来ワンちゃんを絶対飼うって神に誓いました。なガオパイピタイム、トラガオ、ありがとうございます。そう、なんかアレルギー検査みたいなした時に、猫ちゃんはしっかりアレルギーだったんですけど、ワンちゃんはアレルギーが星一つしかなくって、なんか星二つから割と影響が出るアレルギーらしくて、だから星一つだったから大丈夫なの。ワンちゃん、あ、うん、犬のモノマネとかもできますよ。てか私動物のモノマネできますよ。何があるやろ、みこれは人間感すごいですね。あ、猫だ、猫だよ、猫になったんだよな地方は、ヤギとか、ヤギってどんな鳴き声だっけ、
あ、めーか、めー、難しい。犬もう一回、チーズのモノマネ。はい、もうちょっとあれですね。これこのハウンのやつ、あの白に似てません？白、あのしんちゃんに出てくる白。タラちゃんもできそう。タラちゃん、あ、タラちゃんですちょっと待って、なんかダメだ。あれ、ひまわり、たた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 た、うん、たたたたたたたや、いやダメだ違った。イクラちゃん、イクラちゃんってどんなだっけ。イクラちゃんが、あ、はーいか、はーい、えー、うん、はーい、はーい、あ、ちゃん、うん、むずいアナゴさん、フグタくん、フグタくん、フグタくん、ノリスケ、ノリスケさん、マサオくん、マサオくん、マサオくんって誰だ？マサオくんってしんちゃんの方か。あれ？なんだ？あ、マスオさんだ。果敢にチャレンジする、ちょちょ、そう、もう怖いもの知らず。スイマがやってきた。あ、もうすぐ56分。ありがとうございます。じゃあそろそろお礼をしよっかな。もう1時間経ったんだ。早いな。20位ととみちさん、19位ドーグラスさん、18位ホアンさん、17位アッキーサラ大好きマンさん、16位アルトさん、15位フークロさん、14位シュウキチさん、13位おいでます元気さん、12位バンブーホースさん、11位もや太郎さん、10位デブニャンさん、9位帝国海軍さん、8位まさひろさん、7位おっちゃんさん、ラッキーセブン、7、6位電化会さん、5位のぞみ4号さん、4位クリオティーヌさん、3位東京のスワンさん、3位2位元気さん、2位、そして第1位はピルルルヒュン、4位1位さん、イエイイエイイエイ、
ありがとうございます。感謝のキャミです。イエイ、ありがとう、ありがとうございます。皆様、今日は配信を見てくださってありがとうございました。配信ありがとう、こちらこそ、ナムナムナム、ありがとうございます。明日は公演、お昼が2期生ちゃんの僕隊で、僕の太陽公演で、夜がそう僕恋です、僕たちの恋の予感公演、最高最高。皆さんぜひよろしくお願いします。あと2分、頑張ってね、頑張る、ありがとう。スクショタイムしよっかな。三が日、トラ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 のポーズいっぱいあるね。トラのポーズツーショット写真会とかでもしましょうよ。トラっていっぱいある、これもあるし、これもあるし、これもあるし、すごいね。だってウサギってこれぐらいでしょ、猫もこんぐらいだし、犬もこんぐらいなのに、トラはいっぱいある、すごい。躍動感あるから、ね、あ、そういうことかそういうことか、うん、うん、あと30秒ぐらい。皆さん今日はありがとうございました。じゃんけんぽん、うふふふふ、イレギュラー、急にいつもやってる感じでやる。バイバーイ、イエイ。